K7 は大韓民国で開発された短期間銃である。大武成功によって特殊部隊向けに開発生産され、大韓民国国軍では2001年に正式採用されている。K1 を原型に 9mm パラベラム弾を採用し、機関部は K1A より流用されているものの 9mm マガジンを使用している。また、K1 シリーズが採用している。 リュングマン方式ではなくシンプルブローバック方式を採用しており発射速度が1100発と速いためフルオートで射撃を行うとコントロールが難しいと言われている H&KMP5SD のような重心一体型のサプレッサーを備えておりこれにより発射時の銃声を111.5デシベまで抑えられるが前述の通りフルオート射撃時は発射速度が速いため フルオート射撃を行うと、サプレッサーの消耗が激しくなるとされる。韓国国内では特殊戦司令部と、大韓民国海軍特殊戦旅団の要員が、使用している。http://www.bdmilitary.com/.index.php、o p t i o n c o m c o n t ン n t v i e w a r t i ル l e ID イコール324アンドアイテムットイコール138コパシスアンドコパスカスピーシュジャルニーポストロイブリパブライクインドネシーへハーバー付きボイニークマガジン2010年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年6月12日閲覧ありがとうございます